はい、ブレイクスルーアカデミー代表の安藤正治です。今日は学歴についてお話をしていきたいと思います。学歴っていうのが本当に重要なのかどうか、ね、で、これは本当にね、多分多くの人が気にされていることだとは思います。どこまでその学歴っていうものが通用するのかとかね。でもこの学歴がね、重要かどうかっていうのは本当に皆さんがどういう進路をたどるかによるんですよ。キャリアによります。例えば就職を考えるんだったら、それはね、学歴は高い方がいい。で、学歴はなんで高い方がいいかっていうと、これブランドだからですよね。ね、ハイブランドである、まあ、東大とか京大とか、ただまあ日本で言えばですよ、言うても東京とか東大とかが京大とかがハイブランドって言われるのは日本にいるからであって、もうそれこそハーバードとかケンブリッジとかね、なんかそういう世界的なオックスフォードとか、なんかカーネギーメロンとかね、いろんな大学があるけど、そういった世界をベースに考えたら、それは東大がいいかどうかっていうのはまた別の話です。例えばね、その東京大学にその留学生をね、集めようと思って作った英語学科があったんだけど、そこが結構ね、確か何割ぐらいかな、7割ぐらいが蹴ったんだよね。でなぜかっていうと、他のもっと世界的な一流と言われる大学の、要は滑り止めに使ってただけだったっていうね。だからその程度のレベルなんですよ、東大でも。なので、まあ、東大でもそんなこと偉そうに言ってるけど、東大は東大で難しいですよ、もちろんね。難しいんだけど、学歴を何のために取りに行くかっていう話なんですよ。で、言うても私も一応千葉大学出身ではあるけれど、じゃあ千葉大学出身だからってどうなのっていう話をした時に、何のあれもないです、影響もないです。ただ私がこういうふうにね、学習塾をやってるんで、それは府中熊高ってきたね、ブランドは熊本では役に立つし、そこに例えばまあ医学部合格してます、法学部ね、中央の法学部受かってます、で千葉大のね、4年生大学卒業してます、で千葉大の大学院まで行ってますっていう、そういうのが全部ブランドとして認めてもらえるような環境でね、仕事をしてるからそうですけど、でも実際じゃあ就職の時にどれだけ役に立つかっつったら、別に千葉大だからって何も重宝されるわけじゃないし、私の場合4年遅れて千葉大に入ってるんで、その4年遅れた方がかなり足を引っ張りますよね、もし就職を考えるなら。で、例えばじゃあブランドを考えた時にどこまでブランドと言えるのかっていうと、例えば私立は慶応と早稲田、そしてマーチまでですよね。関関同立以降はもう全部もうどんぐりの背比べみたいなもんです。で、なおかつ国公立だったら、まあ日本でいうところの S で行くと東京大学、京大でしょ。で、その下の A クラスまではいいけど、例えば宮廷大とかね。ただ熊本で熊大とかっていうのはブランドだと思ってるかもしれないけど、全然ブランドじゃないです。熊大ですごいのは医学部だけです。あとは法学部がギリギリ OK ぐらいの感じ。他の学部に関しては熊大のなんとか学部っていうのはもう全然ブランドでも何でもないので、そういうことを考えていくと、じゃあどこまで学歴にこだわるかってそこなんですよ。最終的にどこまで自分がたどり着きたいかっていう将来像が見えていて、そこに足りるのかどうか、旧大でもいいのかね、例えば東大まで行かないといけないのか、東大ですら足りないのか、そういった部分はね、やっぱ将来を見ないと分かんないですよね。で、実際にじゃあこれから先学歴がどこまでね役に立つかっていうと、どん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 学歴の価値というのは下がっています。東大にいようがね、名前の知らないね、私立の三流大学にいようが、その要はあなた自身がどんな能力を持って大人になって、その自分のキャリアをたどっていくかってところが一番ね、気にされるべきところなんですよ。なので就職を考えるからといって別に東大じゃなきゃいけない理由はないけれど、東大の方がそれはよく見られますよ、もう前提として。だって東大に入るぐらいの努力をしてきたっていう前提があるからね。だから学歴を通して何を見てるかっていうと、学歴によって何が手に入りやすいかっていう、その派生効果、波及効果っていうのを皆さん気にしないといけないと思うんですよ。どこの大学に行くかっていうのはあんまり関係ない。だって別にね、ブランドとしてそんなに周知されてなくても、ここの大学のここの学科に行きたいんですっていうのは必ずあるし、でそういったね、明確な目的がある人ほど別にブランドにこだわらなくても、自分の学びたいことが学べるところに行くべきなんですよ。だからさっきのね、ちょっと偉そうにね、東大はハイブランドじゃないとかね、関関同立以下はね、どんぐりの背比べとか言ってるけど、ブランドにこだわればそうなりますよ、そりゃ。だって客観的に判断してどこの大学からね、どれぐらいの人を取ってくれば確率的に一番採用する人たちのね、優秀さが確保できるかっていうと、絶対偏差値の高いところを取った方が確率は高いですから。それは、ね、例えば学歴フィルターとかありますよ、ね、学歴フィルターでブーブー言う人もいるかもしれないけど、学歴フィルターをやらないわけがないじゃないですか、企業側からするとね。だってそっちの方が1人取るのにね、1人社員を取るのに1000万かけてるのに、もうどんなね
大学から取ればいいかなんていうのを闇雲にやったって拉致が開かないんで、確率的にそのね、例えば網でガッサーやったね集団がちゃんと自分の欲しい優秀な人を含んでる確率を上げるためにはやっぱ上から取る方が早いんですよ。で同じ1000万ですよ。下から取ろうが上から取ろうが1000万だったらもう上から取る方が早いじゃないですか。でお金の無駄も少なくなるし、だから学歴フィルターってのは絶対あるし、学歴フィルターをするような企業を狙うんだったら最初から学歴狙って大学選ばないと。それはもうはっきり言って選ぶ側、学生さん側のミスですよ。もし学歴フィルターで落とされるような大学に行って学歴フィルターをするような企業に行こうとしてるんだったらね、それはもう判断ミスです、完全な。だから何のためにそのブランドを取りに行くか、どれぐらいのブランドが自分の欲しい結果に対して必要なのかっていうのはもう最初から考えておかないといけない。でなおかつ大学を選ぶんだったらやっぱり高校1年生ぐらいからある程度どこどこ大学に行くっていうことを決めとかないと、ね、いきなり2年生からさ、ね、2年生から3年生かけての1年半ぐらいでそのね、なんかすごい高い大学のレベルを狙わないといけなくなるようなことになるかもしれない。でそうなった時にはもちろんほら親御さんとの相談で一浪まではしてもいいよとかっていう話になるかもしれないけど、本当にね、もし戦略的に行くんだったらそういう感じになります。もちろん今話したのは理想です。高校1年生から目標が明確になっててどこどこ大学の何学部に行きますって決めてる人なんてそうそういないですから。もちろん最初からね医学部しかなくて、例えば熊田元にいるんだったら熊台の医学部には絶対通らないといけないとか、自分はそのね、こういう医療をやりたいので将来的にはこの医療に携わるんだったらここの大学のねこの先生に習わないとやっぱ良くないとか、そこまでこだわってる人も中にはいるかもしれない。親御さんがお医者さんでねその道を進むんだったらこの先生がやっぱ一番いいよって紹介してくれるかもしれない。そうなったらその人がいる大学を狙わないといけなくなる。もしかしたらそれが日本だけじゃなくて海外に目を向けるかもしれない。そうなったらやっぱりそういう準備をしていかないといけない。でもそういう準備をしているかどうかっていうのはやっぱり最初に、ね、なるべく早く志望校を決めとかないといけないんです。学歴が本当に大事かどうかっていうのはね、皆さんの本当にキャリアによるんですよ、ね、で学歴が必要なキャリアをたどるのかどうか、私みたいに起業家をするんだったら、ね、私はもう教育系でやってるからこういうブランドはあった方がいいし、自分が東大出身だったらもっと良かったのかもしれないなとは思うけど、別に千葉大でもなんとか足りてるしね、仕事として別に不便はないので。でももしかしたら例えば教育系じゃなければね、別に自分がどこの大学に行ってるかどうかっていうよりも、例えば自分の、まあ、会社を立ち上げて起業してね、自分でフリーでやっていくんだったらそれこそ学歴なんかどうでもよいし、自分の能力として何が、ね、備わってるかってことの方がはるかに重要です。だから皆さんがこれから何を考えているかっていうと、まあ、学歴がどれだけ自分にとって必要なものなのかどうかっていうのをまず戦略的に考えること。で将来自分がどんな生き方をしたいのか、ね、どんな大人になりたいのか、どんな仕事をしていきたいのか、でそうなった時にその仕事に対して学歴がどれぐらい重要なのか、重要なんだったら どのレベルまでを取っておけばいいのか、ね、例えば東大でなければいけないのか、海外のなんか有名な大学のね博士号とかが必要なのか、なんかよく分かりませんけど、そのキャリアによって皆さんにとって学歴がどれぐらい重要なのか、ブランドがどれぐらい、ね、重視するべきものなのかっていうのは決まってくるので、ちょっとね難しい話をしたかもしれませんが、ぜひねその部分をしっかり今のうちから考えていきましょう。で早ければ高校1年生、もっと言うと中学生のうちからね、そういったビジョンが見えていれば、それはもうもちろん達成される可能性は高まります。私が大学院の時にお世話になった教授の先生はどう言ってたかっていうと、13歳までにね明確な目標が持てる人っていうのは達成していく確率が非常に高いということを言ってました。でその教授の息子さんがねちょうどあれなんですよ、インドネシアから来られた先生だったんで、息子さんももちろんインドネシア人だから、まあ教授のね部屋に遊びに来るんですよ小さい子がね。で小学校3年生って言ってたかな、もう英語とインドネシア語と日本語はペラペラですその段階で。でなおかつホームページとかを見て何調べてるのかなと思ったら、飛行機のことを調べてるんですよ。要は自家用ジェットのことを調べてるんですよ。で何をやってるのかなと思ったら、その自分は飛行機の会社のオーナーになりたいって言ってたと思うんですよ確か。私の記憶が確かだったらね。でもうその時点で社長とオーナーの違いも理解できてるってことじゃないですか。だから小学校3年生でトリリンガルでもうオーナーと社長の差も分かるぐらい、違いも分かるぐらい、もういろんなことが明確に決まってて、自分は将来こういう風になりたいからって言って今のうちにその情報をどんどんネットで調べられるっていうね能力も持ってると。だから本当に皆さんがどれだけ早く目標をね見つけられるかによって学歴がどうこうってことも見え方が変わってきます。学歴なんかどうでもいいじゃんってね、自分がこの知識があれば絶対勝負に勝てるって、戦いに行けるってことがはっきりすれば学歴なんて必要ないわけですから、ね、皆さんがもし学歴についてね
ま、あの悩んでるんであれば、学歴がどれぐらい自分にとって重要なのかっていうのは自分のビジョンによるよ。そのビジョンが、自分のビジョンがどれだけ明確になるかによって、この学歴をどれぐらいの精度で取りに行かないといけないのかってことも決まるので、その部分がはっきりすればね、今の悩みはね、あの分散無償してしまうと思いますので、自分の将来についてね、10年後20年後しっかり真剣に考えてみてもらったら、学歴という悩みなんてもう本当にね、取るに足らないものだということが見えてくると思うんで、ぜひね、あのこの動画をきっかけに何か自分の将来をね、考える時間、考えるねきっかけになってくれれば嬉しいと思います。